一応、言ってるからね、やりとりやして、早く帰ってくれって感じでやりとりやってるんですよ、今、X 多分知らないと思うけど、ケイノスケさんとね。まあそういう感じで、まあ、しきちゃんの、まあ、引退も俺が今、引退して、まあ、伏線回収したりとか、そういう状況でございます。すいません、いっぱい喋って。じゃあ、ダメだ。じゃあ、こちらもね、まず初めての試みで、その、まず2時間とかいう、まあ、ちょっと無理なね、スケジュール組んだりとか、早めに集合とかも全部僕が段取りしたもので、まあ、至らないところはありました。まあ、音に関してもそうだけどね。まあ、今後、まあ、徐々に良くしていきたいと思います。はい。共に頑張りましょう。でも申し訳ない。まあ、いろいろ僕がね、まあ、失礼だったりとか、うん、まあ、ちょっと暴走したのは申し訳なかったです。でも、うん、まあ、もっとね、上に上がっていきたいなんて思ってるんで、うん、まあ、ちょっと、ありがとうとごめんなさいっていう感じでございます。うん、落ち着いたんで、今、メンタルとか、なんだろうな、暴走というか、まあ、いろいろ考えて、うん。で、まだ、ね、落ち着いたんでじゃなくて、まだ起訴されてる状況だから、うん、それが一番根本に、まず大きな。たまに入れないですからね。うん。起訴されてるのまだ。判決出てない状況だからね。まあ、ここが一番大事だから。クリーンにやって、本当は配信もやっちゃいけないんですけどね。うん。だからこそ余計気をつけなきゃいけないから、それちょっと肝に銘じとかないと。そうですね。まあでも、ね、うん、やってしまったことは自分は償わないといけないんで、どんな結果になろうと、まあ自分は、まあそうなるようになる感じで、まあ、被害者の方もいる件なんで、まあそこはもう去年やってしまったことで、うん、今年はクリーンにお酒もやめてたんで。だからその、やった出来事の話じゃなくて、今起訴されてる状況の話だから、なるべくクリーンにおとなしくね、クリーンにやりつつ、そう、罪をね、重ねない。相手への印象が変わるような配信を心がけた方がいいわけですよ。まあ、掃除ボランティアとかもやります。うん。だから、ね、そういうのも気をつけて、テンション上がっちゃうやつもね、ちょっと落ち着いてって言ったら落ち着いた方がいいよ。そうだね。うん。はい。大丈夫、徐々に良くなりますから。まあ、改善していきましょうよ。ここが、うん、まあ、逆にノイズがあれだったって言ったら次は現場の音が聞こえないって、ノイズはなったけど、ほぼ音聞こえないか返しないかイヤモニつけるのか、スピーカーをもっと大きい音が出るのを用意するかって。まあ、次はだから友人にしましょうよとか、まあ、人員を16人だけど8人に半分減らしてトーナメント制でくじ引きにするのかっていう案ですよね。僕が出して提案としては。はい、第2回あるなら、バズ1、2。はい、ボリューム2ね。ボリュームはつけたくないけどね、俺は。だからボリューム つけよ。2だって言われる。いや、ボリュームやっぱいるから。ボリューム。ここでまた分けられるんだよ。バズ1のタイトルですらさ、最初。B が大文字、U、ZZ 小文字、I が大文字、CHI が小文字なんだけどなって急に出して、え？俺これ譲ったじゃん。ゼロワンの話どうやったんだけどって、まあそれ譲ってくれたから、うん、まあ最初のタイトル通り、U だけ小文字で、あと大文字で統一されましたね。そこは。BOL って何の略？ボリュームじゃないな。BOL って何の略だっけ？ボリューム、それなんかブレイキングダウンの真似しなくていい。ただ、2だけで完結でいいじゃん。長くなるよ、BOL。かっこいいじゃん、そっちの方が。バズ1、ボリューム2って。うん。BOL。英語がいっぱい重なって、わけわからんくなるよ、アナウンスが。バズ1、2だけでいいんだよ。じゃあ、わかったよ !2 で。イェーイ勝った譲ってるじゃん。イェーイ。だから、簡単でいいじゃん。もっと簡略化しようよ。バズ1、ボリューム2とかだったら、すごい長いよ。これだけでも頭抱えちゃうよ、ADHD に。わかりました、じゃあ、それで。2だけで、1の次は2、1、2、3、4、5、6って、3の倍数でバカになればいいんだよ。バカになって、考えすぎないでも、何にもしたくないって結論なのね。それが、この世界の真理なんですよ。ゼロワンさん。なんか元気になったな。元に戻ったな。元気っていうか、まあ、メンタルは戻ってきますよね。メンタルなんで急に戻ったまあ、いろいろ励ましてくれたね、ゼロワンも含め。いやいや、バズ1で完全に戻っちゃってるよ、まあ。いや、結構もうその前から戻ってるけどね。だから、頭が働かなくて、記憶飛びまくったのは1週間か、もうちょっとか、8日寝れない食べれないだからね。真っ暗やね。まあ、今、ちょっとまあ、ポジティブに考えるようにしてるから。はい。まあ、炎上系はやりたくないですけどね。また裏で話しましょう。
歌のことも。とりあえずお疲れ様でした。また、お疲れ様でした。場所とかも含めて、でも今後も。やっていきましょう。あと、音楽活動、指導しちゃってるからもう、うん、いきますよ。はい。オリジナルソング&ミュージックビデオ編突入、次はそれに向かって頑張りましょう。次のイベントの前に、まずはそこなんですよ。はい。俺たちのオリジナルソングを使う、ドンギブアップでもなく、ミリオンスマイルのまま。はい。もう、これからも。出来上がってるからね、ほぼほぼ。明日にはできると思う。明日、明後日、山本さん。はい。これからも、嬉しい。これからもね、二人でやっていくということですので。ありがとうございます。あとで。ありがとう、導いてくれてください。多分、アンチめっちゃ多いけど。それじゃあ、またね。なんでか。